こまで進んでないというか、書ききれなかった。だから決められなくて、みんなと今日この配信で決められたらいいなと思って空白にしてます。こんな感じでなんかペタペタ貼ってたんですけど、まあ10月21日とかは決めやすくて、あと決まってるやつとかも書いてるんですけど、こういう11月とかもね書いてるんですけど、それ以外のオンラインをどうしようかなとかって思って、決められてなくて、まあこれをゆっくり書きながらキャンドルの香りを嗅いでました。これは2月からですね。2月から最後までここしかまだ書けてない。字かわいいですか？ありがとうございます。私結構こういうの書くの好きなんですよね。なんかいらない特技というか別にあってもなくてもいい特技。というわけで、皆さん今日何してた？何してましたか？お仕事？明日公演ですよね。まさか働いてないとは言わせませんよ。冗談ですよ。冗談です。みんなそれぞれあったよね。今日一日過ごし方が。息をしていた。息をする心じゃないですか。僕は楽になった。でもさ、すごい今回の10枚目のシングルいろいろと早くて、
衣装のフィッティングもう終わってるんですよ。あとはまあそのメンバーに合わせて調整してもらうっていう感じなんですけど、また多分何回か来て、それで ウエストとか、あとなんか袖とい袖とかの調整が、まあまた何回か入ると思うんですけど、今回は本当に衣装着るの早いなって思って、発表されてすぐだった。めっちゃ可愛い衣装で期待していてほしいです。みんな見た瞬間に、え、可愛い可愛いって言ってました。で、あの曲も仮歌なんですけど、もう聞いてて、その仮歌はまだ覚えてはないけど、でも何回か聞いてて、何回か聞いて、だいぶ、いやまだかなまだ馴染んではないけど、うん、聞いた感じすごい、ほう、なんだろう、なんて言えばいいんでしょうかねほうって感じです、はい、ほうって感じじゃなくて、ほうって感じです。ほうじゃないです、ほう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 って感じですね。あんまり詳しいこと言えないけど、なんだろうな、でもまあ一言で言うなら、あー、ユミリンさんセンターっぽいなっていう感じです。ユミリンさんの卒業シングルっぽいなっていう感じ、印象を受けました。はい、どういう、あ、明るめ悲しめバラード系アップテンポ系、まあいろいろね予想していてくださいフ今仮歌を流すページを開いてるんですけど、音量をゼロにしたので再生ボタンを押しても皆さんに聞かれません。音量をゼロにしてます。仮歌を今流せますが、みんなにはね聞こえませんからね音量はね絶対上げられませんね キヨさんハートありがとうございます。白黒さんかわいいギフトたくさんありがとう。ジャボテンさん、ヒゲメガネさん、バラちゃん、ヤスさん、カタカナのタカさん、ユキハさん、ズミさん、モンブランさん、ケンケンさん、ブンちゃん、ウリンちゃん、ギフトありがとう。クジマスさん、ジャボテンさんありがとう。あ、ひげメガネさん、タワーありがとう、いい、嬉しい、ありがとうございます。タワーをもらってありがとう遅くなってしまったけど選抜おめでとう。
嬉しい、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。ありた僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。書くね。こんばんは。待って、明日じ公演があるっていう実感はない。花だれ公演久しぶりすぎて。なんか心配になってきた。2公演あるね。パンちゃんとアリちゃんの生誕祭ですね。はい、ひげめかねさん、お祝いタワーありがとう。これからも元気に頑張るよ。頑張るぞ。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。明日は2公演、どっちがどっちだったっけ。花だれお昼公演が お昼がありちゃん、夜がパンちゃんの生誕祭が、チャンさん、ですね。明日花だれ公園入る人、おお。ありがとうございます、答えてくださって。配信で見てくれる？
ありがとうございます。どっちも嬉しいです。久しぶりに公演に出るから。今日はねスタジオ公演あったけど私はメンバーじゃなかったんで。あと振り返り、なんか前花だれ公演あったけどそれが延期になったやつ、あれも私はあのメンバーじゃないので、スタジオ公演は最近出演してないんですけれども、明日も花だれが久しぶりなので、夢トレに夢トレを重ねて臨みたいと思います。まあでもそんなね慣れた公演なので、あでもユニットが久しぶりですね。いつもポニーテールをツアーでやってるのでユニットが久しぶりだ。そして人は魅力と思い知る。眠力久しぶりです。セトリ覚えてますよ、もちろんですよ忘れるわけがない。ウリンちゃんギフトありがとう。クジマスさんハートありがとう。ウミガメさんありがとう。瀬戸り忘れてたら本当にやばい人あれ次何の曲だっけとはなりません。セリアさんキノコありがとう。しれっとシュワージャーネをやってほしい。あー明日はそうかもですよあーうーんそうかもです。そうシュワージャーネかもしれないですよまあそれは明日のお楽しみです。私別にセクシー担当じゃないよ。今ちょっとひどい言葉言いそうになったやばい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 。くじますさん、ジャボテンさんギフトありがとうございます。心穏やかにね、心穏やかに そうそう、この話をしたい。
こはね決められたんですよ、10月21日の。21日の幕張はハロウィンが近いということなので、ハロウィンの仮装をしたいと思います。これは確定決まりました。で、この11月4日とね11月23日をね決めかねてまして、まあそれ以外にも決めかねてるんですけれども、どうしようかなって考えてます。11月の4日って私の友達の誕生日なんですよね。まあそれはちょっと関係ないんですけど、いい推しの日、おお確かにグリーンアリーナの次の日、そうなんですよ、この日11月3日がイミリンさんの卒業コンサートでグリーンアリーナあるじゃないですか、であるじゃないですか、その次の日ってなったら何にしようってメイド服、メイド服やだ、ね、でもなんか次卒業コンサートの次の日になんでメイド服になるんやろって感じですよね。何がいいかな、でも私服を見たいっていう声が今2つ見えました。お姉、自慢の私服、自慢の私服が見たいっていうのが、あ、これ絵じゃないです、シールですシールをペタペタ貼ってます。秋服が見たい、秋服にしようかな。そうだよね、ここはちょっと私服をね、どっちか設定しようかな。どっちも、秋服、このさ12月の10日がさサンタの衣装で、これなんかまあ言ったらコスプレ、コスプレみたいな感じじゃないですか。だから普通の服をここで挟むのありだなと思ってるので、いつから瀬戸内のファッションリーダーになってるんですか。もうそんなこと言わないでください、私すぐ叩かれるんだからどうしましょうかね。秋服にします。そうだよ、私この数日で本当にね、あの自分のことを叩いてる人はねもうね何人か見かけてね、もうもういいよって感じです、もう注目しないでって感じ私に、うん、もう自分の推しだけ見ててって思う。というわけで11月4日11月23日は
秋服、自慢の秋服パート1、自慢の秋服パート2にしたいと思います。で、11月23日はこれはね、あの25歳最後のオンライン話し会なので、これはまあきっと皆さんね、12月10日のねマリーメッセ福岡3大賞は27歳になった私をお祝いしてくれると思いますので、この日はお誕生日おめでとう、この日は誕生日前おめでとうということで来てください。ここはこんな感じでいきたいと思います。ちょっとやっぱ秋服って可愛いじゃないですか。可愛いんですよ。もうやっぱ4式めっちゃ噛む、春夏秋冬、やっぱ4つの季節の中で一番秋服って可愛いと個人的に思うんですよ。好きな季節は春なんですけど、まあ、服自体は私は秋のシーズンが一番おしゃれできる、まあ、季節短いけど、期間がね短いけどおしゃれできる季節だと思ってるので、やっぱここでちょっと堪能、自分もね堪能したいし、その秋服を着てる姿をねオンラインだけ皆さんに特別にお見せしたいなと思います。そう、やっぱなんかチェック柄とかめっちゃ可愛いし、なんか重ね着とかもねできてね楽しいので、その姿を、11月4日11月23日はオンラインだけで皆さんの前に現れたいと思います。私結構こだわりがあって、あのオンラインで着た服とかはあんまりすぐに着ないようにしてて、やっぱ特別感みたいなのを出したくて、だから配信とかでも、あんまり着ないんですよ。お話し会で着た服とか、お話し会だけで見せる姿みたいなのをちょっと差をつけてて、そうだから、そうなんです、まあちょっとしたこだわりなんですけど、だから11月4日11月23日はね秋服着るので、まあ、服だけじゃなくていろんな話題もねこの時期にはまた増えてるかもしれないので、ぜひオンラインでたくさんお話ししましょう。はい、で10月のこのハロウィンは仮装は決まってるんですけど、まだシークレットで、でこの12月10日はサンタ衣装という感じに
ってます。でまたねここからもねあんま3つほど決められてないんですよ。12月と1月のこの2日どうしようかなって思ってる。12月の16って何があるかな。シングル発売後だからリリーベのお話とかできるといいな。いやそうなんですよ本当に。また多分イベントがね10月11月は徐々に増えてくると思うのでまだ決まってない何かが予定に入ってくると思うので皆さんとお話しする話題もきっと増えると信じてます、はい、もうこの時期になってくるともう寒いよね。冬服かな。1月はドラゴン辰年だからそういうこと。夢のステージが決まればいいな。赤と白のねステージね。こんばんは、ね、寒いよねこの時期は。もう今では今の温度 とは真逆ですね。寒いですね。カタカナのタカさん、ジャボテンさん、ウミガメさん、ヒゲメガネさん、ギフトありがとう。悩みんご。悩みんご。あ、ちなみになんですけど、これここね、1月20日のインテックス大阪は生誕 T シャツがもうできてると、すでにできてると思うので、で多分皆さんの元にもきっと届いてると思うので生誕 T シャツコーデをしたいと思ってます。1月20日のリアル大阪、これツーショットも撮れるのでみんなと生誕ティー着てツーショット撮るのもいいなと思って、何枚でも撮りましょう、何回でもお話ししましょう。そうみんなで生誕ティー、生誕ティーはこれからです。まだ書いてない、さすがにちょっと早いペアルックできます。ペアルックしましょう。お揃いです。で、やっぱここら辺、1月は商売上手商売上手って言われた。サマステで愛子ちゃんにレスもらってから沼りました。お話し会たくさん撮る。嬉しい、にやけちゃう、ありがとう嬉しい、ありがとう、来てね。どうしよう、ちょっと笑顔の練習しときますね鏡で笑顔の練習して、服にホコリがついてないかな、糸がついてないかなって確認してからみんなの前に出るね今ね、お話し会のコーディネートを決めてるんですけど、1月はやっぱお正月よね。今年はたつか、たつ年。
で、ドラゴンのコスプレって調べたら一応あるんやね。あるんだ。でもなんかキッズ子供のやつが出てくるんだけど、かわいいかわいい様子ある、あるよ。ドラゴンコスプレって調べたら一応あるらしい。でもなんかこれが出てきたんだけど、可愛いけどこれは着れませんね。何ドラゴンボール、ドラゴンボールコスプレ、ドラゴンボールコスプレ。悟空の、悟空、フリーザ、亀仙人、ベジータ、人造人間18号、ブルマ、ちょっと厳しいかも。ちょっとこれはちょっとドラゴンボールのコスプレは厳しいかも。でもなんかドラゴンにちなんだことをしたいね、せっかくなので。ドラゴン、そう、癖が強くなっちゃう。想像したら本当に面白い。だってオンライン話し会の会場でドラゴンボールのキャラクターが一人うろついてたらちょっと面白い。想像したらやばいね。竜、正月といえば、おー、ええ、すごい、白むくとかコスプレで売ってあるんですね。着ないけど着ませんよ、着ないけど。ちょっと全然竜にはちなんでないけど、これめっちゃいい、これこれこれめっちゃいい。これはお正月だ、これはお正月。よし、これはもうちょっとポチります。あるいいものを今偶然見かけました。お正、どっちにしよっかな。
土曜日か日曜、お正月に近いの13日だから13日にしよう。お正月、お正月コーデっていうんですかね、まあいいや、お正月コーデにしとこう。ちょっとなんかこれ見たらテンション上がった、嬉しくなった、早く1月13日が来ないかなって思った。楽しみ。はい、決まった。1月13日はお正月コーデです。歓喜。お正月といえばを想像していてもらえたらと思います。あんまおしゃれじゃないかもしれないけど、まあ、まあ今あのたくさんコメントをいただいた中に正解もあったので。はい、楽しみにしていてください。で、14日はどうしようかな。次の日、次の日は何しよう。この日2日連続だから、どうしたらいいかな。ウミガメさん、ハートありがとうございます。スキーウェア持ってないです。みこさん、あーみこさんか、お正月路線で行くかどうか。確かにそうなんですよね。でもここでちょっと華々しくお正月感を出したくて、私の構想的にはなんで、1月14日は何しようかな。冬といえば、まあでもスキー、確かに。こんばんは。114、114。冬っぽい感じ。あー、初詣コーデ、もこもこ部屋着。こんばんは。こたつになる。あー、成人式の日か。いいよの日。思い浮かばないな。
先に先にこっちの後半の日程のコーディネート決めようかな。あ、2月4日はもう決まってて、バレンタイン前のデートコーデにしようと思ってます。バレンタイン前デートコーデ、これはね14日がなかったのでちょっと10日早いんですけど、バレンタインデートコーデをここでやろうかなと思いました。で、2月18日と、そっからちょっと決めかねてます。2月18日、どうしよう、後半の方がむずいかも、先すぎてなんか色々やりたいことはあるんだけど、下書きなしで字書いてる。そうですよ。2月は節分の日。おお、節分か。2月節分。3月はひな祭り。3月ひな祭り。あ、3月ちょっと思いついた。ひな祭り。お姫様風コーディネート。3月3日は決まりだ。決まり。で、むずいな。警察ですか？警察コスプレ。でもなんか私取り締まれないんだよね。なんかみんななんか優しいから取り締まれない。卒業シーズン、確かに卒業シーズンですね。3月20日、うーんしか言ってない。でもみんなからすごいコメント、皆さんのアドバイス取り入れようとしてますよ。私ただ迷ってるだけで。
すごーい。すごい。袴セットとかあるんですね。すごい、これはかま着たい。はかま着たい。卒業シーズン、このさ、最後の3月20日のさ、この日袴着たい。袴袴袴セットがね、めっちゃお手頃価格であるんですよ。今の時代何でもあるんだね、すごい。これ前田敦子さんが着てた袴に似てる。かっこいいね、これ着たら。これにし、それにしよう。3月20日のリアルは袴で私とツーショット撮れます。ハイカラさん、ハイカラさんコーデいいね。袴コーデってなんかちょっとおかしいけど、袴コーデ。ハイカラさんって書いとこう。はい、3月20日ハイカラさんになります。こんばんは。今お話し会のコーデを決めてるんですけど、意外と時間がかかる、迷って。はい、こちらになります。バスケコーデ、バスケコーデ、バスケの格好。むず。警察、ナース。待って、自慢の秋服パート1パート2があったら、自慢の冬服パート1パート2 作っとこう。2月24と25のこのリアルは自慢の冬服パート1パート2でいきます。
はい、これにします。で最後、あっちゃさん、きのこ、おお、あタワー、あ、ありがとうございます。お、きのこいっぱいかと思った。タワーありがとう。で3月は自慢の春服にしときます。なんか自慢自慢自慢が続く。まあいいや、はい、こんな感じです。意外とね、私服でみんなの前に会う、みんなと会うことってそんなないので、私服をね今回はねいっぱい着たいなと思います。あいこじご自慢のお洋服をご堪能ください意外とないんよね、やっぱみんなとさ会う時ってステージに立ってるって皆さんが見に来ててっていう感じなんで、だいたい衣装着てるから、なんか私服で会うっていうことが意外とね、対面するっていうのが冷静に考えたらないので、まあ秋冬春私の私服を楽しんでください、はい、で、お、埋まったよ。あ、ここ以外、ここは、ここどうする、どうしよう。やっぱコスプレをやっぱここは入れとこうかな何しよっかな。警察、ナース、ウサギ、なんかいろいろ出てたよね。ゴスロリ、2月だから。鬼メイド、私メイドはね、ウサギのメイドはしたことあるわ。もうめっちゃ普通にシンプルメイドはしたことないな。メイドするのありですね。選抜入りおめでとう、ありがとう。ちょっと待ってね、俺は少し待ってください。2月メイドしよっかな。2月18日ちょっと初めてのシンプルメイド服を着てみます。うわ、怖っ怖とか言って、
い。2月18日はメイド服にしたいと思います。まあ、オンラインだからといってね、油断なりませんよっていうことでね、はい、今回オンラインサイン会、オンラインツーショットがないんですけど、まあ、オンラインでも楽しんでいきましょうってことで、楽しんでいきたいなっていうことで、はい、2月18日メイド服を着たいと思います。あ、こっちの面は埋まりましたね。こっちですね、ここだね。12月16日と1月14日ここだね。ここだよ、ここなんだよ。なんか企画をさ入れたいなって思った、なんかクイズ、アイコジクイズアイコジクイズの日とか、STU クイズでもいいけど、お悩み相談あ、そうですね、当たったら何かご褒美、じゃあクイズに正解したら、何かご褒美を用意しときますこの日はちょっとクイズ一番ポイント取った方を記録しておきたいと思います。この日1月14日、クイズの準備だねってことなので、はい、ゴロゴロパジャマでクイズ大会、この日は問題を用意しておいて、一番成績が良かった方を私はメモに書いておきますはい、書いておきます。はい、ゴロゴロパジャマでクイズ大会、パジャマは可愛いパジャマ着ますね悩んでる間にお時間来たら悲しい、あ、それもちょっと乗り越えていきましょう。はい、というわけであと一つ来た、あと一つ、あいこじさんの学力テスト、やりたくない、ダメダメです。クイズ大会は枚数勝負という
のもあるけど、まあそのクイズにの正解率で私は優秀な方をメモするので、枚数で勝負するのもありだし、ね、量より質で来るのもありだと思います。はい、で、まあそりゃあれですよ、枚数1枚で1問1回答正解ってなったら3回来た方で3回答3問正解ってなれば、そりゃ3回来られた方がポイント高くなるし、まあそんな感じですね。はい、難易度高いクイズ用意しておきますね。ボーナスクイズ、ボーナスクイズで、ん？ボーナスクイズじゃないわ、ボーナスポイント用意しておいて、それを当てられた方が最優秀を取るかもしれないし、まあそこら辺の、バランスは私は考えておきますはい、クイズで、あとここですね、あと一枠、12月16日どうしよう。12月16日は2023年ラスト。あ、確かに。それはそう。確かに。シークレット。いいね。ああ、いいですね。この日はちょっと秘密にしておきます、まあ、一つとは限りませんし、この日するコーデが。はい、というわけでここはシークレットはい、内緒でーす。お前は4年間こじこじが黒柳徹子するの待ってる。私そんなこと言ったっけじゃあ分かんないよ、このシークレットで黒柳徹子が来るかもしれないそんなこと言った？まあ待っててくださいまあ内緒ですということで、はい、決まりました、決まりました。じゃーん、10枚目シングルお話し会スケジュール
10月21日の幕張はハロウィンの仮装をします。そして、11月4日土曜日は秋服を着ます、パート1。そして、11月23日こちら自慢の秋服パート2、イエーイ。で12月10日の日曜はサンタの衣装で会いましょう、福岡で会いましょう。で12月16日はシークレットというわけで、この日は2023年最後なので、まあいろんな思い出を語り合うのもよしというわけですね。オンラインで待ってます。で1月13日はお正月コーデです。これちょっとふざけたいです、楽しみですで1月14日こちらのオンラインはゴロゴロかわいいパジャマでクイズ大会です。クイズ考えときます、用意しときます。これクイズいっぱい用意しとかんとね、準備しとくね。はい、で1月20日土曜日がインテックス大阪リアルお話し会は生誕 T シャツコーデをみんなとお揃いでしましょう。こんばんは、今お話し会のコーディネートが決まりました時間かかったで2月4日日曜日がバレンタイン前デートコーデです。そして2月18日がメイド服、シンプルにメイド服を初めて着ます。で2月24日、2月25日は冬服を、可愛い冬服をパート1パート2、2日分けていきたいと思います。やっぱ冬服はね、もう女の子がね可愛く、秋服はおしゃれなんですけど、やっぱ女の子が一番可愛く見える服は冬服なんですよ多分。はい、きっとそう、おそらく、はいリアルお話し会待ってます。で、3月3日こちらはひな祭りなのでおひな様にはなれないんですけど、ちょっとお姫様風コーデをやりたいと思います。オンライン待ってます。で3月20日が、ハイカラさんになります、袴を着ます。この日リアル最後なので楽しみです。私も気合を入れて墓は頑張って着るね。これはもう最後、リアル最後はね、やっぱ終わりよければ全てよしってことにさせたい有終の美を飾りましょう。で、3月23日はまずと春服をね着てオンラインで締めくくれたらいいかなと思います。はい、というわけで決まりました。待って、タワーのお礼しますね。あっちゃさん、あっちゃさん、
つさんタワーありがとう、選抜お祝い嬉しいです、ラブ。ありがとう。ありがとう。ということで、ということで、はい、全日程お待ちしてます。秋冬春3シーズンみんなと今回も思い出を作れることを楽しみに、私も活動を頑張ります。よろしく、ツイートしないと。ふう、時間かかった。コーディネート考えるの時間かかるね。いおりさん、きのこありがとう。あ、ポストねツイートじゃなくてポストね。はい、よければ全部来てください全部来れなかったら、うん、ね、全然気になったところだけで大丈夫です。隠れ家更新、あ、してます、見てください。高崎彩子の隠れ家更新してます。公式ファンクラブで見れます。はい。やっぱね、お話し会とかはね、普段話せないようなことをやっぱ一対一でたくさん話せる機会なので、みんなには満足してもらいたいな。思っていろいろ考えさせてもらってます。はい、ブログはちょっと来週にしたいと思います。だから選抜のことを書こうかなって思ったんですよ。でもやっぱハリーポッターのことを書きたいので、でもなんか今週ハリーポッターのことをなんか更新するのもちょっと違うかなと思って練習にしますはい、あ、もう11時半ですね。ではでは、終わります。13位、ウミガメさん12位、ブンちゃん11位、ズンミンさん10位、ソリオさん9位、ケンケンさん8位、ウリンちゃん7位、カタカナのタカさん6位、ジャボテンさん5位、シロフクロウさん4位、クジマスさん3位、ガントチャットさん2位、アッチャさん1位、ヒゲメガネさん、ありがとうございました。ありがとう。はい、バイバイ、おやすみなさーい。めっちゃペンついてるバイバーイ、ありがとう、またね。
忘れのうちに目覚まし時計かけとく。おやすみー。